色クローバー Z の鈴木ハッピークローバー。明日は成人の日、新成人の皆さんおめでとうございます。こんにちは、私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン桃色クローバー Z。 はい、桃黒の鋼少女高木れにです。エクボは恋の落とし穴桃高菜子です。今日はこの二人でお送りします。お願いします。さあ高木さん、はい、今日は3連休の中日、うん、明日はなんと成人の日ですよ。おめでたい。おめでとうございますね。桃黒だとアリンが新成人ですね。一応ね、一応ね、落ち着きがあるから、うん、なんかもう成人式とか特に通り越したっていう感じなんですけど。確かに貫禄がね。そう、一応成人ですね。成人ですね、うん、私も着たな振袖ね。何色着ました、うん、私はね、お母さんが成人式の時に着た振袖を着たんだけど、それが赤で。へえ、そう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 、偶然だね。そう、レニは？私はやっぱ紫にしました。え、それ選んだの？選びました、紫に揃えて。さすが、紫好きだもんね。そうなんです。あのうちのお母さんの振り袖があの虫食っちゃってやっぱ振り袖ちゃんと管理しないとダメだから、あの新成人の皆さんに言いたい、あのちゃんと振り袖は管理しましょう虫食わないようにね、はい、お願いします。いやいや、やっぱりね、モノノフの方は結構その推しの色を合わせて着るって方もいるんじゃないですかね。あ、どうなんですかね。でも帯にちょっと入れてくれたりとかは、あ、嬉しいね。と思いますよ、ね。あ、どうも、ハピクロナビゲーターの清野茂樹でございます。よろしくお願いします。いやいやいや、新成人の皆さん改めておめでとうございます、ね、もうこれからね、社会に出ていっていろいろとこうね、先輩方に囲まれてということになると思いますけども、はい、我々もですね、人に教えるとか人を育てるというのはね、責任も伴いますし、非常にこれ難しいことですよ、うん、ね。そうやって考えるとですね、周りの先輩、大人、うん、まあ、要するにですね、マネージャーのこう凄さとかにも改めて気づいたりしません？なんでそこに落ち着くの？ね、なんか新年早々、無理やり持ってったでしょ今。いや、まあちょっと強引ですけど ね、 ね、はい。まあ、あの今日はですね、ももクロの皆さんと路上ライブ時代から苦しみも感動も共に分かち合って、そして時には衝突、叱咤激励を繰り返し、今の活躍に至るまで育て上げましたチーフマネージャー川上明さんをお迎えしまして人を伸ばすマネージメント学を伺います。え、なんでついにさ、ついにマネージャーがゲストに来るの？いないの、なんかゲストの人が、ね、もっとね取れないってこと、あのスケジュールが。でも本も出されてるすごい方ですからね今。まあね、あの、ありますけど、ここに本が。はい、そうですね、まあ、ね、最近グイグイ来てるからね。グイグイ来てますよじっくりお話聞いてみましょう、はい、聞いたことありますか、そういうマネージメント学みたいな話は。でもなんか改まってちゃんと話してくれたことないよね、そこまで。そうだね。じゃあ今日はそのあたりをですね、お話ししていただきたいと思います。はい、新成人の皆さんもそうですけども、後輩、部下、お子さんを育てる大人の皆さん、一緒に学んでいきたいと思います。はい、部下にどう声をかけたらいいか迷っている岩本部長、お子さんが反抗期で困っているひろこママ、一緒に成長していきましょう。それでは東京 FM をキーステーションに全国37局ネットでお送りする、桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバー。今日のオープニングは桃色クローバー Z でデコレーション。桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバー。この番組は小さな車、大きな未来、鈴木の提供でお送りします。桃色クローバー Z、 鈴木ハッピークローバー。ハピクロラジオシアター、マネージャー。高山さんがまだ現場に来てない？私はスターラストプロモーションの新人マネージャー、清野です。担当するアイドルグループ、ハピーロクローバーが今日撮影を行うんですが、メンバーの高山レニが現場に来てないんです。おい、高山。やっぱりまだ家で寝てる。もう撮影間に合わないよ。ちょっと待ったー。私はスターラストプロモーションでマネージャーを務めて25年、桃神明だ。も、桃神先輩。こういう時はこれだ。そ、それは高山が好きな焼きバナナ。この香ばしい匂いをドアの向こうに向けて、うちわでパタ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 。この匂いは焼きバナナ。うめえな。
あんなに起きなかった高山が飛び出してきた。才能も寝坊も目覚めさせてこそ本当のマネージャーだぜ。かっこいい。あーお腹いっぱいになったからもう一眠りしよう。ゴーガッゴーコーラー。さあここからは本日のハピコロアカデミー、テーマは人を伸ばすマネージメント学。ゲスト講師は桃色クローバー Z チーフマネージャーの川上明さんです。よろしくお願いします。軽いな。よろしくお願いします。もうちょっとこうあれしてくれないの。やだ、なんか先生って呼びたくない。本当にやだ、はい、やだ。あれそうですか、僕は今日は先生で何を教えればいいんですか。ムカつく。本当ムカつく。いや逆に何を教えに来てくれたんですか。もう用を催した時のウォシュレット学とかでしょ。違います。あ違うんですか。違います。川上さんに聞いてもしょうがないですよね。そうですよ。もう本当に桃黒のことを至近距離で見てきた川上明さんにはやっぱりねマネージメント学を教わろうということで、うん、すごいですね。今現在手掛けているタレントさんは他にはどんな方々がいるんですか。あの桃色クローバー Z をマネージメントさせていただきながら、うん、同じアイドルというカテゴリーで 3B Jr. っていう女の子と、うん、はい、あとはロッカジャポニカって今キングレコードさんからデビューさせていただきました5人組の方マネージメントさせていただいてます。お、はい、このタレントさんを育てる上で共通して意識してることっていうのは何かあるんでしょうか。意識してることっていうか、まあこれはねその人の人生ですからね、うん、その人がその先もちゃんと生活できていけるって仕事としてちゃんと回っていくような形にしてあげるっていうことは意識してやってますけれども、あ、はい、具体的にはももクロのメンバーにどういう指導なさったんですか。どうですかね。なんか自分が運動をしてた経験上なのかわからないですけれども、町レベルで強い人間と県大とかインターハイ出る全国大会出る選手たちの意識の違いっていうのをやってた時はわからなかったんですけど、大人になってからわかったんで、その意識の持ち方を小さい時から学ばせてあげるっていう仕事に対するっていうのは考えましたけど、じゃあもう早くから全国大会に行く、そうですね、そういう意識で活動をしていく。だから彼女たち記憶にないと思いますけど、そういうところからいろんなことを準備してたのはやってたんですよ、うん、なるほど、はい、やっぱり本人たちには見えないように。あへー、かっこいいですね。まあまああの全然後付けでいくらでも喋れますから。はい、ここまで来ちゃえばっていう。いやーありますけど、はい、そういうのどう全然気づいてなかったですか。やっぱりあんま覚えてない覚えてないですね。なんか、ね、多分たくさん言ってもらってると思うんですけど。そうだよ、怒られてるイメージの方が強くって。確かに、特に私と高木さんは、はい、でも怒られた原因っていうのは何だったんですか。怒られた原因はちょっと桃色クローバー Z っていうのを皆さんいらっしゃる中での一人一人に言ってけよって言われる時期だったんです、はいはい、そのこう恥ずかしさとか照れ、うん、みたいなのとかがこうずっと抜けなくって、はい、やっぱちょっと空気とかもあるじゃないですか、うん、でいけないんですよ、うん、で私たちっていう言葉の出だしなんで、はい、私が言わないとみんながいけないんですよ、うんうん、で耳元で早く挨拶しろよってこうささやかれるんですけど、はい、絶対今じゃないっていう葛藤がもう自分の中で絶対今じゃないって、今皆さんだって打ち合わせしてるのにここでみたいなのとかそういうのがすごい残ってるんで、だから言われ続けると人って成長するもんで、うん、今は何の躊躇もなくこう、うん、ちゃんと挨拶できるようにはなりましたけど、でも嫌だったなとは思います。いや嫌だとは思いますよ。うん、ただ経験上、うん、ここの今打ち合わせのこの下りだったり、はい、この話詐欺話してるぐらいだなってわかるじゃないですか。で、まあここだったら別に全然遮ったとしてもっていうのは感覚としてわかりますから、うん、変わった人を装ってるだけで非常にそこは神経質なので、そういうことはないと思うんですよ。結構私的に困るのが。はい、挨拶の前に向こうが結構話しかけてきてくれたりして、はい、タイミングは見計らってるんですけど、相手が喋り終わるタイミングでしようかなっていうのは決めてるんですけど、喋ってる最中に耳元で早く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 恐ろしい話ですよ。分かってるけど今この話終わってたでも私もそこら辺分かるよって思って、あとステージ上に全員が集まってる時に私たちもそのステージにいるんですよ、うん、で川上さんは客席から見てて、うん、ステージでの会話の状況ってわからないんですよ、うんうん、でも無線でステージ上にいるマネージャーさんに飛んでくるんですよ、うん、そう、あいつらに挨拶をさせろ今って飛んでくるんですけど、ステージ上でできてる出来事って大好物ですよねそれ俺の
まあるんですよ。しかも音楽の人たちってステージ上で本当に音楽の話をするんですよ、音の環境とか、でもそういうのを私たちは今じゃないって自分たちで理解して断る勇気も出てきて、そうそう、断る勇気出てきて、やらない勇気も出てきて、やらない勇気とか、だからそれが学んで、多分何が必要かっていうのは分かってきてるんで、だから今は自分のタイミングで行くわけです。そうですよね。だからかなことかすげえタイミングで今切り込むわけですよ、私たちって、はい、それを思うでしょうね。思う。だからもう絶妙なんですよ。でも大変だったよね、レンちゃん。大変だったよね、でも無茶ぶりが、ね。この間もあの警視庁のイベントに出させていただいた時に、はいはい、被害に遭った時に、こう対処の仕方みたいな、かける技とかを教えてくれたんですよ。お尻とかを触られた時の護身術、はいはい、そうそうそう、護身術を教えていただいて、警察の方がね、はいはい、そう、でも一通り終わって、じゃあ先生ありがとうございましたって言った時に、マネージャーさんから、多分川上さんから無線で、高木になんか先生に襲いかかってみろって言ったらしくてマネージャーさんから、まあこれでも清野さんは合気道の達人みたいな先生ですよ、はい、警視庁に教えて、じゃあご年配の方ですか、はい、言ってるから、はい、ちょっと行ってみようかなとか思って、そしたらこうマネージャーさん、もう一人マネージャーさんが、高木さん今先生にわーって言って抱きつきに行ってみてくださいみたいな、はいはい、多分技をかけられると思うので抱きつきに行ってくださいみたいなこと言われて、でももう終わってるんですよそのコーナー、はいはい、絶対今じゃないじゃないですか、それはもう半分はちょっと楽しみだけですよね。いやでもなかなかご辛抱ですよね、はいはい、それはそこは空気を読んでちょっとやらなかった、やらなかった、断る勇気をね、断る勇気をいやすごい、でも勇気は本当に学びました、うん、学んだ、勇気はついたよね、うん、ですね。いや本当はマネージメント学、まずマネージャーから勇気を教わったという話でありがとうございます行く勇気、行く勇 気、ね、断る勇気、断る、うん、それではですね、先生からここでクイズを出していただきたいと思いますけども、先生クイズお願いします。はい、問題です、うん、成功する人にはある能力が必要だと思っています、うん、さてその能力は何でしょうか。さあお答えください。これは芸能界でということですか。まあそうですね、うん、芸能界、いやでもいろんなところでも通じるんじゃないですかね、 あらゆる仕事でと思います。はい、だそうです。はい、さあ一体何が必要でしょうか、考えていただきましょう。迷うな。じゃあ正解はこの曲の後で発表していただきましょう。アントニオ猪木とザ・ファイターズ、炎のファイターをお送りしています。さてクイズをもう一回おさらいしましょうか。成功する人にはある能力が必要だと思っています、その能力とは一体何でしょうかという問題でございました。じゃあいいですかお二人。はいはい。じゃあまず桃田さん、いいですか、当てに行きますよ、はい、自分でプロデュースする力、お自分で自分を、はい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 、セルフプロデュース、うん、よく言ってますから。なるほど、そうだね、これはもうね答えは分かるってことですよね。はい、はい、じゃあ続いて高木さんお願いします。私は運を味方につけられる人。ああ大事、確かにね、運大きいです。そう、あの多分私自身がほぼほぼ今まで運で生きてきたんですよ、はい、だから運が大事だなと思いました。高木さん運で来たんですか、ここまで。ほぼ運で来ましたね。お、例えば、例えばももクロに入ったのも本当に運が良かっただけだし、そもそも事務所に入ったのも本当に運だし、なんかそんな運が積み重なり、はい、なんか今に至るなって思いました。じゃあご自身の体験から運という答えを出してくださいました。では先生、正解の発表をお願いします。はい、それでは正解です。正解は、桃田さん言ってくれました。セルフプロデュース能力でございます。桃田さん正解です。イエイ、当たった。じゃあ、あの高さんのも確かにそうだと思います。運に関してはずっと僕も言ってきてるので、うん、はい、正しいと思います。やっぱね、このオーディションに行かせたいとか、はい、この仕事の顔見せにとかある時に行けないタレントっているんですよ。あ、また行けなかった。それは売れないですよ。スケジュール的なものとか、多分持ってるもの、そうそう、だからその時にパッと行けるタイミングになるとか、はい、そういうことっていうのは大事だなとは思いますので、はい、その運もそうですけれども、まああのちょっと今回はセルフプロデュース能力、うん、まあさっきの挨拶の話じゃないですけど、それもね自己演出ですから、やっぱり自己演出、まあこの仕事を始めるから変な話ですけど、見た目とかは可愛いとか、あのまあまああの街の大会レベルというか、はい、もう各校の可愛い子たちが集まってきたみたいなもので考えていいと思うんですね、うん、そっから自分をどう演出できるのかだから、はい、ね、すごくビジュアルのいい子とか見てきてますけど、うん、それでも全然売れなかった子とかっていうのは山のように見てるわけですよね。いや、うちの高木さんすごいですよ。
うちの高木さん神奈川で何番目でしたっけ。神奈川では自分的にですよ、はい、神奈川では53番目ですけど、あの私の住んでる区内では8番目ぐらいです。すごいですよ。8番目なの。その数字その順位何なんだお前。上の7人紹介しろよ。自分的のね、はい、自分的でそっから運で上がってきたっていう、うん、運で上がってきました。すごいですよこれは、はい、確かにね。だからセルフプロデュース力、それはイコール自分自身をどれだけ理解してるかということですね。そういうことですよね、うん、それでどう見せればいいのかとか、うん、どう立ち振る舞えばいいのか、うん、全部だと思うんです。そしたらもう本当に変な話だけど、人の目についた時から一挙手一投足がやっぱりそのタレントでありっていうところになってくると思うんです。だからもう本当に気の抜けないね、はい、あのいろいろ休まらないお仕事だとは思うんですが、うん、まあねご自分で踏み入れたところだから、そこはねサポートしていこうと思います。はい、はい、どうですかセルフプロデュースっていうことに関してモードさん。そうですね、やっぱりこう自分で自分を持ってないと、やっぱりそれこそマネージャーさんにも負けちゃうんですよ、引っ張られて、うん、で、まあ、そういう、まあ、相性もあると思うんですけど、うん、自分のこう気持ちとか自分をどう見せたいかっていうのはやっぱ大事だなとは思いますね。うん、うん、いやいやいや、やっぱり川上さんよくお考えになって皆さんをこう導いてるというのがよくわかります。いや、みんなのおかげでね、これも全部後付けでできてるんですけど、はい、全然もういかようにでも言いますから、ね、やだわ、じゃあそんな感じで引き続きお話聞いていきたいと思います。はい、今日のハピクロアカデミーは人を伸ばすマネジメント学、先生引き続きよろしくお願いします。言って言って先生って、なんで先生。やだ。ももいろクローバー Z 鈴木ハッピークローバー、桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバー、東京 FM をキーステーションにお送りしている桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバー、今日のハッピークローアカデミーテーマは人を伸ばすマネジメント学、ゲスト講師は桃色クローバー Z チーフマネージャーの川上明先生です。引き続きよろしくお願いします。お願いします。川上明先生でございます。さあ、親子関係とかね、学校の先生とそれから生徒、うん、いろんな関係ありますけど、やっぱり人を育てる上で避けられないのが衝突ですよ、うん、ぶつかるじゃないですか、うん、お二人も、ね、まあね、ぶつかってきた過去あると思いますけども、うん、どうですか、過去どんな衝突っていうのがありましたかね。これは人と人ですからね、うん、っていう、まあ、あのある時期で担当が変わっていく事務所もあれば、うちは ある程度何もね、そういうことがなければずっと続いていく事務所なんで、うん、まあ大なり小なりはありますわな。その中でも私と高木はこう結構やっぱり多いと思います、衝突が、うん、てか怒られる回数が明らかに多いので、うん、実際そうなんですか。これまたほら猪木馬場になってくるんですけど、はいはい、グループの中でも個々の個性の伸ばし方なので、うん、はい、そうなってくる2人だったんじゃないですか。リーダーもね、後からリーダーになってますから、うんうん、でも彼女がやっぱりリーダーとしてっていうのは一番適任だと思ってたんで、はい、場が作るにはどうしたらいいんだろうなとか、うん、そういうことも考えてたんで、多分ちょっとですよ、ほんとちょっときつかったのかなっていう。違うじゃん、言うこと違うよ。ねえ、めみちゃん、偽善者偽善者。いや、もう高木さんに至っては、はい、高木さんとあとね、前言った月菜ちゃんとか、月菜ちゃんよく言ってるね、はい、高木さんはもう、あ、こいつ手抜くなーっていうのが昔からやりゃやれるんですよ、それで、はい、自信も持てばいいのにっていうのはすごいあったんで、はい、それはちょっとね、ほんとちょっとですけどね、うん、ちょっと強く当たっちゃったかなっていうところはありますよね、うん、いや、ほんとちょっとじゃないよね、ちょっとじゃん、だいぶ怒ってもらえることはありがたいなとは思うんですけど、うんうん、理不尽な時もあったんで。そうなのね、大体は言ってることは正しいんですけど、その言ってることの言い方だったり伝え方が下手くそだったり、本当に理不尽な時もあるし、っていうので、こっちもデコさんに言われる、あ、レニちゃんだったかな、やっぱそういう言ってることは分かるんだけど、そんな言い方じゃ嫌だよっていう、うん、はいはいはい、それみんなに言われてる、あ、そうそう、言い方の問題で、はい、うん、でもそういうやっぱり衝突があった後っていうのはちょっとこう気持ち的にもなんかこう気まずい感じってなりませんか。どうですか。うまいんですよ、うん、それがうまい、ええ、人を一回どん底に突き落としてから、はい、救い上げてくれるのがすごく上手な、恐ろしい話ですね。それはだから騙されちゃうんだよね、なんか本当にね、手の上で転がされてる気分になるのよ。例えばどんな感じですか。だから例えば本当に最初にドーンって床に打ち付けられるような怒られるわけぐらいの、うん、
怒られ方をするんですよ、うんうん、でもう本当にもうもうぐわーって怒られてからあのそのでもなって、うん、怒った理由とかこうだろ、うん、お前にとっていいだろみたいな、うん、こうちゃんとこうすくいなんかね網でこうさってこうさってすくっていいじゃないですか。でも学園ドラマみたいですよ。でも嫌だよね、うん、そうあの怒られてる最中はそのくっそじじいも真面目飛ばしてって思うんだけどでもなんかすくい上げてくるから、はいはい、あなんかそんなこと思った自分がなんか最低だって思っちゃう、ね、なんか自分が悪いみたいな、はいはいはい、やばいですねあれ怖いよね、うん、でももう騙されない別に騙してたわけじゃない騙してたわけじゃないいやそのやっぱりさじ加減というのがね、うん、お上手なんですよ先生は意味がね意味があることはね教えてあげないといけない、うん、でもその意味があることだけを教えてくれればいいのに一回本当にね叩きつけるんですよ全てを言うの今までのことを引っ張り返してきてしかもなんかノンストップで次から次へと言ってくるんですよ入る隙がないんですよなんとかなんとかで必要ない記憶力とかないんですよそういうのはちょっと覚えてたりとかあれよく口が回ったりするんですよねそういう時は家庭裏に水のごとく、はい、なんかでお前はどう思うんだよって言われてからその次の会話に行くまでの感覚がないんですよなんかお前はどう思うんだよだから俺はな何とかかんとかまだお前はこうだからなみたいなブレスが全くないっていうね言おうとしたらみたいなのはよくありますね、川上さんでもそれだけこうガンと強く言った後っていうのはちょっとやっぱり言い過ぎたかなっていうお気持ちになったりするわけですかそうですね毎日絶対ない絶対ない今ブレスなかったですねこういう時でしょうね枕を濡らすっていうのは違うよ違う悪いことしたな本当にごめん芸能の神様にみんなすいませんと僕は人の心を売ってしまいましたずるい物を売るためにってだって分かるかよ分かんないだろってくるんですよそう知ってんのか知らないだろみたいな否定されちゃうんだよねいやでもなんかこうだからこそたまに出すんそのなんか涙がなんかすごいあれなんですよ確かに加賀さんよくね泣きますよね、いやもう騙されてますよね彼女たちはおいやでも私は忘れない初めて紅白歌合戦に出場するよって決まった時に、うんうんはいみんなでボロ泣きしたんですけど、うん、誰よりも川上さんが泣いてたんですよ、うん、泣いてたそれがなんかうってなりましたあの三点製薬さんのおかげです仕込んでるという、はい、そんな時間になってたんだけどもうすごかったですよすごいですねもうグループの中でもねちゃんともうまず味方からこうね操っていくっていうのは非常に大事ですでも一番愛情がありますねうんあらでしょうんそれはあると思う、はい、言いづらくなってきましたね、いやでも褒められると褒められると照れんだよ急にさあそれではここで問題に行きましょうかねクイズを出していただきます先生クイズをじゃあもう一問お願いできますかはいそれでは第二問マネージャーの仕事をしてきた中で一番ピンチだったのはどんな経験でしょうか3択でございます、はい、1番担当タレントがライブ直前に怪我をしたうん農家で聞いた話だなこれ本当だねそうですね担当タレントのオーディションに遅刻した3番担当タレントの本番直前にトイレから出られなくなったこれありますねトイレこれありますよねトイレ行くタイミングの部分もさあ、はい、さあどうぞお答えください考えていただきましょう3択です気になる正解はこの曲の後に発表しますなんだえこれうちらのことももクロノリノリじゃん大好きだからね川上さんも大好きな KinKiKids さん全部抱きしめてをお送りしていますはい堂本剛さんも以前この番組に来てくださいましたはいそれではクイズをおさらいしましょうマネージャーの仕事をしてきた中で一番ピンチだったのはどんな経験でしょうか1担当タレントがライブ直前に怪我をした2担当タレントのオーディションに遅刻した3担当タレントの本番直前にトイレから出られなくなったという選択肢でしたじゃあ高木さんから今回はお答えくださいはいあこれめっちゃ迷うんですけど、はい、私は1番の、うん、担当タレントがライブ直前に怪我をしたおおマジかよそれは高木さんのこと自意識過剰なんですけどああ自分の、はいはい、自分のことかなってちょっと思っちゃいました、うんうん、夏ね夏ね、うん、あの確かにね本当に1週間とか2週間ぐらい前だったんで、うんうん、それかな全員も笑いをこらえたってやつですね答えになっちゃうじゃんそうかなって思いましたね確かにねこれ焦りますよね焦りましたね、うん、じゃあ続いて桃田さんはい3番
担当タレントの本番直前にトイレから出られなくなった、うん、まあ、2番はないと思うんですよ、うん、遅刻とか本当にないと思うのでトイレ系がちょっとねやっぱ引っかかります。トイレのトラブル多いんですか、川上先生は。僕あれですね、あのニューカレドニアにロケに行った時、いいですよその話。あ、それ大丈夫ですか。はい、大丈夫です。出勤した話とか大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。じゃあ先生、正解の発表をお願いします。はい、正解は2番、担当タレントのオーディションに遅刻をしたです。タレントさんごと遅刻してしまったという話ですね。はい、珍しい。これは僕が現場マネージャーだった時ですね、はい、映画のポッポ屋ですね。あ、高倉健さん、はい、はじめもその時にあったオーディションに行くっていう時に、はい、安藤正信さんという俳優についてた時ですね、はい、運転をしてるわけですけど、まあ、道をやっぱり間違ったんでしょうね。その時あの渋滞にはまってしまいました、はいはい、自分の中でもねすごい大事なオーディションだっていうのは分かってますけれどもね、その時が一番ピンチだったかなっていう、はい、結果これどうなったんですか。オーディションとしてはもうそれはもうタレントさんが勝ち取って出演をしてますけれど、うん、やっぱり自分の中では担当しているタレントさんにいらぬ心配だったり気持ちだったりを抱かせてしまったっていうのは、うん、やっぱりそれはマネージャーとして良くないなって失敗だなとは今でも思ってますね、はい、で今は川上さんは遅刻は全然しないそうですね。しない、しないですよ。しないでいうとやっぱりその大失敗があった、それをやっぱり反省してもう遅刻は絶対しないという形になったんですか。そうですね、それはありますね、うん。さあそんな川上先生のマネージメント学を勉強しましたけども、川上さんの、まあ、メンバーに対する本心も書かれてる本がですね去年の末に発売されました。タイトルはももくろ道ということですね、はい、これどういう内容になってるんですか、うん、これはあの前回ねももくろ流という本を出させていただいてから、それが国立までの話だったと思う。その後、うん、もっと物質的なことではなくうちのグループがねこれから何に立ち向かっていくのかとか、うん、そういうことを書いてますよね。はい、はい、モードさんもなんか読まれたそうですね。え、読んだの。あの昨日ちょっと読みました。あ、ありがとうございます。やっぱゲストに来られるって聞いたんで正しいよな、読んどこうと思いまして、うん、高木さんの部分と、はい、私の部分と、まあ、全体的な部分のところは嘘書いてないでしょ。嘘は書いてないですね。すごいですよこれは、うん、私たちも戸惑いが出るくらい結構書いてあります。まあ、ある意味ねマネージャーにとってはこう種明かし的な部分もあると思います。現役マネージャーが書く暴露本ですから、ね、タレント本。いや、しかもそうですよね、一番近い人が書く暴露本、こんな公式で、そうだよね、公式でマネージャーに暴露されるって、うん、やっぱこうそわそわしちゃいますけど、本になってるっていうのはなんか、うん、こんな記念はないですよね。はい、ぜひぜひ皆さんお読みいただきたいと思いますが、はい、はい、今日は人を伸ばすマネージメント学を勉強しました。さあ高木さん、今日学んでみていかがでしたか。やっぱでもいろいろ川上さんに対して不満はあるけど、多分誰よりもメンバーのこと分かってるのは川上さんだと思うし、うん、変わらなくてもいいかなって思いました、うん、このまま。あ、そう言っちゃっていい。なんかそれぞれがいけるよ俺来年も、ずいぶん調子乗るじゃん。あ、すいません、なんかそれぞれがそれぞれらしく一緒に成長していけたらいいなって思いました。うん、桃田さんいかがですか。そうですね、やっぱこう、ま、いずれ例えばこう子供が生まれたとか、うん、私にも後輩ができていろんな人たちを育てていく立場とか、私を見てこう育ってくれる人たちがいるっていうのを考えるとすごく嬉しいことだし、やりがいも感じるし、年を重ねていくごとに必要なことだと思うので、いいところは学んでいきたいなと思いつつ、思いつつ、ま、あの反面教師でこれはダメだっていうこともたくさん学んだので、それはこう自分のこうこれからにこう生かして、私も素敵な大人になりたいなって思います。そうですね、もうちょっと自分でも辛いんですけど、やっぱりこの子たちに教えないといけないと思って、うん、やばい人間を演じてますからね。何急に演じてるんだ。そう、まあまあでも本当に学校とか会社とか皆さんもいろんな組織の中でのこの人間関係、うん、それから人を育てるという場面あると思いますけども、うん、多分役に立つお話があったんではないでしょうか。ということで人を伸ばすマネージメント学、ゲスト講師は桃色クローバー Z チーフマネージャーの川上明さんでした。
では最後は川上さんの好きなももクロの曲を1曲かけたいと思います。川上さん、一つ選んで紹介をお願いします。うん、はい、この冬に発売されたウィンターベストにも入っておりますももいろクローバー Z で今宵ライブの下で。先生、今日は本当にありがとうございました。いや、よかった、先生っていいね怖いんだけどももいろクローバー Z の鈴木ハッピークローバー、東京 FM をキーステーションにお送りしているももいろクローバー Z の鈴木ハッピークローバー、ここで番組に届いているメッセージを紹介しましょう。はい、新潟県のラジオネーム劇団娘の緑の音さんからいただきました。ありがとうございます。うちのレニちゃん推しの娘が最近劇団に入団しました。毎週楽しみと言いながら本当に楽しそうに通っています。この1月から劇団発表もあり、日々いろんなセリフ踊りを頑張って覚えています。覚えることが多くあるのによく覚えられるなぁと感心しています。ももクロの皆さんも忙しい毎日にもかかわらず毎回毎回のライブ踊り歌詞を本当によく覚えられるな、さすがプロだなと感心します。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、あのライブでやっぱりこう覚えることっていうのはももクロのメンバーも当然あると思いますけども、なかなかこう覚えられなくて困ったとか戸惑ったとか、そういう経験っていうのは。そうですね、なんか踊りとかは結構体で覚えちゃってる部分があるのでないですけど、歌詞とかはちょっと間違える時もあるかもしれない。そうだね、あの歌割りがすごく細かい曲で、はい、どん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 こう受け渡していくような曲は本当一人が間違えると、全然わかんなくなっちゃったりとかするんで、やっぱりライブは生ものなので、急に頭真っ白になっちゃったりとかしたことが何度もね、何度もある。あ、ね、でも不思議とあの間違えるところっていつも同じだったりしませんか。そう、するするする。あれじゃない、何この歌。ああ、私も今思った、ね、必ずサビがあの分かんなくなっちゃうんですよ。ユニゾンで、はい、1番サビが枯れちゃっても2番サビが届かなくても3番サビが届かなくてもなんですよ、うん、普通結構多いのって枯れちゃっても届かなくても枯れちゃってもっていう、うん、交互のやつが多いんですけど、はいはい、この歌の場合は枯れちゃっても届かなくても届かなくてもだから2と3が一緒と。そう、2と3が一緒だから、うん、メンバーの中で誰か一人でもかっていうと一瞬惑わされるんですよ。そう、でもその後の歌詞も結構複雑なので、うんうん、なんか精一杯伝えなきゃと目一杯伝えなきゃとかあるし、このときめきとこのドキドキの両方あるし、うん、そうそうそうね、結局ややこいんだよね。ややこい、あれがユニゾンだからもう余計、ね、でもそういう失敗があった時の後のフォローですよね、うん、そうですね、うん、5人いるありがたさとユニゾンの難しさとどっちもあるよね、うんうん、いやでもやっぱりね、うん、あの結構練習とかをちゃんとしっかりしていれば何も考えなくても勝手に出るから、うん、緊張しすぎてもなんかそういう忘れちゃったりだとか、うん、多分いいことないので、程よい緊張を持ちつつ、うん、今までやってきたことを信じてこの劇団娘の緑のお父さんの娘さんには頑張ってほしいです。頑張ってください。さあ、それではここで一曲聴いていただこうと思います、うん、今私たちの話にも出たちょっぴり歌詞が難しい、うん、せーの、この歌、ももいろクローバー Z でこの歌をお送りしています。はーい、歌詞間違いないように頑張りましょう。頑張ります、はい。クローバー Z の鈴木ハッピークローバー、そろそろお別れの時間です。今日のハッピークロー、とってもためになったな。成人式を迎える娘にも聞かせてあげたかったな。そんな方に朗報です。スマホやパソコンのラジオアプリラジコのタイムフリー機能は1週間以内であれば過去の放送を丸々聞くことができるんです。さらにラジコのシェアボタンを押せばお友達に番組をおすすめできます。ラジコのタイムフリー機能、そしてシェアボタンを活用してどんどんハピクロの輪を広げてください。イエス、ラジコ。さて、今日は1月8日ですが、およそ2ヶ月後に高木さんのソロコンサートがあるんですよね。そうなんです、もう2ヶ月後ですね。迫ってきました。はい、今年はですね、私の地元神奈川県での開催になります。高木レニーソロコンサート、3月9日木曜日、会場は神奈川県民ホールです。はい、高木さんはこのソロコンサートの、まあ、先駆けというかトップバッターですけども、うん、
今回はどんなコンサートを考えてらっしゃるんでしょうか。それがですね、はい、まだ決まってないんですよ。でもレニちゃんは、あの一番初めにソロコンサートを始めた人なんですよ、だからこう3回目も3回目ですね。 ありがたいことに。やっぱこうレニちゃんの人柄の良さとかがすごいよくわかるコンサートなんだって、私も見たことないんですけど、みんなが泣いちゃうコンサートみたいなんですよ。だから今年もね、レミちゃん。そうですね。でも1年目2年目とちょっと涙が多かったと思うんで、ちょっと3度目はね、3度目の正直っていうことで、すごいなんか楽しい、なんかはちゃめちゃな遊園地にいるみたいなライブができたらいいなと思っております。いいですね、高木遊園地。はい、泣くより笑う多めでいく感じですかね。そうですね、本当だ、はい、楽しみにしておりますよ。さあ来週末は大学入試センター試験もあります。受験生の皆さんにとっては新たな試練でありまして挑戦になると思いますけども、来週のハピクロは2017年本格始動挑戦学と題しまして、タレントそして現役アスリートとして様々な挑戦を続ける百獣の王武井壮さんをお迎えいたします。アスリートです。そう、もう本当にエネルギッシュっていうのかな、力がみなぎるような人だよね。そう、ちょっとその力の源なんかを聞いてみたいなと思います。武井さんも寝なくても平気な方らしいよね。すごいね。さあそれではまた来週、ここまでのお相手はハピクロナビゲーター清野茂樹でした。清野さん来週もよろしくお願いします。それでは皆さん、ハピクロな週末をお過ごしください。私たちとはまた来週。ここまでのお相手は私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン、桃色クローバー Z。 2017年もよろしくお願いします。よろしく。桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバー。この番組は小さな車、大きな未来、鈴木の提供でお送りしました。